はい、速稼塾の久保です。暗号通貨ニュースなんですけども、私がずっと申し上げていたイーサリウムですね、ちょっと今状況が悪いんですけども、実はですね、これね、バウンド前の弱気相場ということで、イーサリアム価格が今年の年末までに$4,000、つまり50万円弱まで上がるんではないかなっていうふうな予測があるわけですよ。で、こういうふうに一部のアナリストは強気予想してるんですけども、この一部のアナリストっていうのがちょっと侮れないとこなんですよね。だって投資で勝つ人って一部じゃないですか。だから大勢の人が考えてることってそうならないっていうふうに私は逆算するんですよ。で、一部のアナリストって言いますけども、私もアナリストの一人として申し上げますけども、イーサリウムってのはだいたい100万円前後まで、値段っていうのは変わっていくんじゃないかなと思うんですよね。で、それは時々の試合によって暗号通貨の市場全体から資金が引き上げられていく時っていうのはあると思いますけども、これはね、取りも直さず、利確が進んだから売却されて価格が下がるということに他ならないんですよ。ですんで、価格が下がるってことは、そのたんびに泥持ちとか円持ちが増えてるってことなんですよね。つまり金持ちがですよ。で、値段がぐーっと引いた時にまた資金を入れる人がいるんですよ。それが新しい億万長者を作るんじゃないかなと思ってます。ということで、今回イーサリアムについて、私は追加で、ね、購入を進めたりしたりはしません。十分もう持ってますんで。ただですね、今含み損をかなり持っているイーサリアムをはじめとする暗号通貨、全然悲観してないんですよ。むしろね、前回以上に値段が上がると思いますんで、今回の上昇相場を、2022年のね、上昇相場を期待してます。それがもうこの夏にもやってくるんではないかなということでお話していこうかと思います。記事の方なんですけども、イーサリアムは金利上昇環境下で引き続き下振れリスクに直面しているが、一部のアナリストは市場が早ければ今年8月にも実施されるマージの可能性を織り込んでいるということなんですよね。8月にマージがあるってことなんですよ。ですんで、この前に仕込む人を仕込んでいくっていうことになるのかもしれません。で、年末には4000ドルって書いてますけど、どうでしょうかね。仮想通貨アナリストのウルフが5月20日に共有したテクニカル的な洞察によると、ということでございます。テクニカル、私も大好きです。イーサリアム価格は今年末までに4000ドルに達する可能性があるということで書いてますね。こういう図です。確かにこの図をテクニカル的に分析すればないでもないかなと思いますね。まあないでもないですよ、本当に。いや、私はテクニカル的にはそう思いますけども、果たして FX でいうテクニカルが暗号通貨にも、当てはまるのか、そのぐらいの出来高があるのかなと思っちゃいますね。まあ、フラクタル理論を考えてすれば、出来高が多かろうが少なかろうが、同じ理屈が働くのがテクニカルと言えますんで、まあそういう意味ではね、納得できなくもないかなと思います。私は別のアプローチをしますけどもね。はい。で、マージは早ければ8月にもということなんですけども、早ければですからね。ただもう、おおむね6月ですから、そんなに遠くない未来だということです。2ヶ月、3ヶ月なんてあっという間に経っちゃいますから、私としてはね、NFT とかよくわけのわかんないことを追っかけるよりも、こうやって地盤が固まってきたアルトコインをしっかりと購入、売却を繰り返すことだと思いますよね。しかもその購入売却も1年に1回購入、1年に1回売却ぐらいのペースですよ。まあそういうような形で、まあ年足で取引する、月足で取引するぐらいの時間軸が私は寛容なのかなと思いますけどもね。皆さんいかがお感じでしょうか。それでは今日は以上です。